白鷺森林公園花勝負祭りにやってまいりましたまだ見れるかなぁ、はい、本日は2023年6月28日ですね水曜日今僕は水曜日がお休みなんで水曜日にねあちこちこうね、えー、遊び歩くのがまあね僕の,あの趣味といった感じでございます今日は新潟県三条市にあります白鷺森林公園初来園でございますね初めて来ましたあの花勝負がねまあ 時期,時期よりもちょ,っとちょっと遅れたかな、来るの <laughs> ってとこですけど初めて来たんでねどんな公園なのかね、まあ、あのざっくりと、ね、見ていこうと思います、はい、駐車場にはたくさんの、ね、車が停めることができます30台ぐらい停めれるかな、すごい綺麗に管理された公園なんだね芝生ですよそして遊具がありますね、ほらあのガーってガーって行くやつと <laughs> あと滑り台がありますね。えー、花勝負はどこなんだろう まあちょっとどうなんだろうね季節的にはちょっと乗り遅れた感はあるかもしれないなあと2週間12週間早い方が良かったかなってとこですねもう綺麗あでもまだ咲いてるよほらあーでもちょっと遅かったかやっぱりもうちょっと早く来たかったんだけどね、うん あの柴田綾部祭祭なんかよりも多分こっちの方が早かったかもしれないんでねその前に来たかったんだけどなかなか来れなかったといったところでございますすごいこんな立派な橋が架か,かってるんだねえあ錦鯉いるじゃんへえー、すごいメダカ取らないでくださいって書いてある見えた見えた今隠れちゃったあーいたーほら錦鯉見たとこまあ1匹とりあえずはへえーこんなになってるね あーでもちょっとあれね勝負花勝負なのかちょっと遅かったかなってとこですけども見ていきましょうこっちにもいたねかなり水は濁ってるねあーこれは またね柴田にあるものと全然別の名前だったりするっぽいかなうーんちょっとやっぱり遅かったね,ねまあできるだけこのチャンネルではまあ僕は花を見るのがこう見えて結構好きなんでこう花を見て歩くんだけれどもこう撮影して見頃のね見頃の前ぐらいに撮影してね まあこのあと今週末が見頃になりますねとかね前もってねそういった情報をね、えー、お届けできればと思っては普段いるんですけれどもちょっとここはすいませんね、えー、おちょっと、えー、遅かったですね、うん、なかなかねこちら方面来れなかったんでね,ねえー、全然多分柴田のものとはね違った名前がついてるね見た感じはね多分 同じ感じに見えるけどねこういったものとかほらこれなんかまだね綺麗に見えてますねああ「知らない」とかっていうのは多分柴田にもあったかもしれないね確かね、うん、その「ウンの」とかねちょっと見えないけどその「ピンクフロイド」っていうのは多分ねちょっと見えてないけどあれなんかも確か柴田にもあった名前だね多分ねうんやっぱりまあ同じものだったりすんのかな あの黄色いやつはほら黄金とか、ね、そういった感じの名前がついてるんじゃないかな多分ね向こう側に札があるから見てみようかもしかしたら金柑とかかもしれないねあ黄金だったね黄金やっぱり同じだねうんいやよかったうーんまあ同じ名前のものもあれば初めて聞いたものもありますね、まあこれも相当見応えあるかもね満開の時に来れればね あ,あ、そうそうホタルがね見れるらしいですよ夜ねホタルの里って書いてありますねあ,あ、夜来てみたいけどちょっとね夜来るには遠いかなっていうところではありますけどねはい三条市でございますホタルの里今年ホタル見に来てないからね三条市もそうだしね東区の、ね、新潟市の方のね巡西池なんかも有名そしてあとはね えー、白根のね、あと笹川亭なんかもね、たくさんのね、蛍のあの幼虫をね、話したみたいでね、見れるらしいです、あとはね、西関区の岩室ですね、岩室ですね、岩室の辺りもホタルが今年有名みたいですね、今年というかね、今までもね、えー、見たことないんですけど、僕、巡査池しか行ったことないんでね、今年もまあ見れるならまだ見てみたいところでございますね、あこれ、さっき、ピンクフロストですね、ピンクフロストって書いてあったの、これもなんか見たことある感じの名前だね、多分ね。 うん、ああちょっとでもね遅かったですねあこのガクアジサイ綺麗ですねアジサイは今見頃でございますね。 先ほどね、あのここに来る前にですね、高お寺さんってすぐそこなんだけどね、車で本当に5分とかかないぐらいの距離ですね、高お寺さんのね、動画、どっちを先にアップするかちょっとね、今のところまだ編集次第でわからないんですけれども、そちらの動画も撮ってきたんでね、ぜひ、あじさい素晴らしかったですよ、高生寺さんの紫陽花もね、ぜひそちらの動画もね、上がったら見ていただければと思います、ぜひチャンネル登録してくださいね、かなり広いね、山の上の方まである。 うわーこれは多分柴田と変わらないぐらいかそれぐらいの規模であるねびっくりああこれはちょっと本当にピークの時に来てみたかったですけどね真ん中の吾妻屋とあの木道はかなり新しそうですね最近作られたものかもしれないねせっかくだからその木道を歩いていきましょうすごいこれはほんと素晴らしいねへえ まあ水が張ってあってねちょっと沼地みたいな雰囲気はあるね結構まあ水がたくさん必要なんだろうねはい真ん中にはこういった素晴らしいね木道なんか木の香りがしてすごくいいですよ塩辛くトンボが飛んでますね花はちょっとね遅かったですけどうんだからまあね 先ほどの康おじさんのアジサイはね人がたくさんいたけどこっちは非常に少ないですねちょっとまあ時期が過ぎちゃったからなんでしょうね花はもう朽ちてますねかなりねうんせっかくだからあの一番上なんだろうあれ建物あれ上登れんのかもしれないね行ってみましょうそして向こうの通りね帰りあっちから帰ろうかね行きは木道で行って向こうのアジサイもとても綺麗ですよあすごいねえー も物によってはまだね入、はい、った感じで見れるものもある、うん、ギリギリ今週末ぐらいはねまだギリギリ花はあちょっとだけど、ね、ちょっとだけど見れるっぽいですねすごいかなりよくできてるねこの辺も多分もう咲き終わったんだろうねおそらくねああ、うん、いいとこですねでもね 鳥のさえずりがよく聞こえてこう山あいの沢みたいなところに位置する感じですねそしてこの上の方に来ると若干まだね花が残ってるものもありますねあこのね紫がやっぱり代表的な感じでもありますよねこれがまあ花勝負なのかねちょっとあやめなのかの区別がいまいち僕は分からないんだけどうん この多分おそらく黄金なんかももうね終わりといった感じですねあのひしなしなもちょっとなんかうんなんか寂しい感じはあるねこれもほらまだギリギリ見れる感じだね名前は向こう側にプレートがついてるっぽいですねこの濃い黄色はねほら何だったっけ名前忘れちゃったけどあ今日はねものすごく暑い日なんだけど こういった木陰に入るととちょっと涼しいねほら木に遮られててね結構暗い感じになりますねそして木道をね終えるとですねこれ藤の棚ですね藤の棚の下にねこういったテーブルと椅子がありますよ藤棚ねこれもさぞ綺麗だったんだろうね藤のね咲いてる時期にはね これ、藤の時期もちょっと来てみたいね。まあ、これだけっちゃこれだけかもしれないですけどね。はい、紫陽花ですよ。この辺もすごく綺麗だね。はい、一番ね、上の端っこまでね、上り詰めるとですね、こういった、まあ、展望台みたいなものがありますね。そして、この上の方にも多分トイレだね。これね、トイレがあるんだねえ。素晴らしい作りですね。これ以上上はね、多分もうないのかな、多分。 そしてこれは何だろうインパチェソースインパチェンスかな釣り船草か。終わりだね多分ね。ちょっと小さいピンクの花が咲いてるけど多分これもう終わったっぽいですね。ではせっかくなんでですね、この展望台みたいなところ登ってみましょう。 僕は、ね、こう案外こういった高いところが好きなんでいや、ね、でも高所恐怖症ではあるんだけどこれぐらいの、ね、高さはまあ大丈夫でございますねはいさらに上へと上がりますすごいねよくできてるよこれ螺旋状にねぐるぐると登っていく感じでございますねここで最後かなはいここで終わりですねこれなんでだろう何だろうね 開かないよね開かないよね鍵がかかってるこなんだ何なんだろう資材置き場かなはい禁酒ですね禁酒酒飲むなっていう話わあこれほらすごいね立派な公園わあ来てみてよかったちょっと時期が遅かったけどいやいい公園でしたね、はい、すごい今日は暑くてですねめちゃくちゃ汗かいてます これまだ山帽子が多分まだ花があるね。多分山帽子ですね。えー、まだあるんだ。ああ、紅葉の時期に来てもいいかもしれないね。はい。どうですかなんか頂に登り詰めたって感じはありますよね。いい景色ですよ、とっても。ああ。 来てみてみかったですは,い、ではね下っていきましょうちょっとねあやめというかこの花しょの花がねまあもうちょっと早く来たかったねまあ6月の花ではあるんだろうけどねも6月前半ですねで今年はまあ花が結構どれも早いですからね桜にしてもそうだしうんまああじさにしても多分ね あ桜なんかものすごい早かったから今年全体的にやっぱ花はね早いんですよね、まあ。断頭小説だったりするのかまあね、うん、そのせいかわかんないですけどね、まあ、これからく、ね、下ってってね、まあ、駐車場に戻ってね動画を締めようと思いますけれども、まあ、このあとね詐欺の湯なんかもね、えーまあ、温泉施設だか日帰り入浴施設があるんでねその動画ちょっとそこはねお風呂はね基本的にね動画撮影とかができないんでねまあ、多分撮れないかもしれませんけれども。 うんまあ、それそれ動画でもし撮れたとしてもちょっと別動画にしようかなと思っております。はい、では下っていきましょう。いや楽しかった。すごい汗すごいかえださでね。あのお風呂でね <laughs>。あの洗い流していきます。はい、はい、帰りはですね。この脇の通路から帰りましょう。非常に綺麗なアスファルト舗装のね道でございますね。歩きやすい車多分来ないと思うんだけどね。車まあ、管理用の車とかが入ってこれるように多分こうしてあるのかもしれないですね。 あーこれはでもねちょっと残念でしたねもうちょっと早く来れればまあ一面ね花勝負あやめ咲いてたんでしょうけどねただね今の時期はですねここから先この右側ですねアジサイがねこれ多分アジサイの一種だと思うんだよねこれガクアジサイの一種だね多分ね蜂がでかいクマンバチがいますねこれも結構珍しいタイプじゃないうん怖い怖い怖い蜂怖い音が怖い アジサイとても綺麗いろんな種類がありますここはねこのピンクのガクアジサイ珍しいですよね多分ねガクアジサイかなんかどうかちょっとかんないけど実際のところあ,のあとこの辺からはねまあ普通のタイプのアジサイが咲いてますこれ綺麗だねいい色じゃないこれすっごくでかいですよすごくねいい色、まあ、この辺からは割とよく見るタイプのねアジサイいい時期ですからねわあ綺麗だね是非ねあの高照寺の動画もね アップロードしたら是非見ていただきたいと思っております。すごい綺麗でしたよ。もう,もう品評会みたいな感じだったね、あの、渉中はね。わあ、綺麗。すごいね、見応えありますよ、ずーっと右側ね。あやめもね、ほら、場所によっては、あえてほら、紫のね、咲いてますからね。まあ、まだまだ、うん。 今週末ぐらいだったら、ね物によっては見れますね。ほら、あ綺麗っちゃ綺麗ですよね。こんな感じでございます。はい。この公園の脇にはね、こういった、えー、テーブルと椅子のセット、そしてこれはなんだ？カツラ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 ？ カツラかかつらだってカツラの木えー、あんまりなんかこう聞き覚えがないなそしてなんかどこに向かう階段かわかんないけど上にはね道路があってこの階段のね両脇にはほらこれも結構素晴らしい紫陽花が咲いてますよほらへえどこ行くんだろう通りに出るだけかな上に行くと何々とも書いてないんでね まあ、ここはちょっと疲れたんで、いいかなといったところですね。綺麗だね。でもね、紫陽花。はい。これはなん。何だろう、これ。ほら。ほら。何これ、初めて見たんだけど。ええ、何のこれ、松ぼっくりでも、栗でもないよね。なんだろう、これ。まあ、こう引きで見ると。ね。 引きで見るとまだ花があります。よっちゅう感じはね。ありますね。うん、白いのが目立ちますよね。まだ一応見れてる感じ。難しい。川って書いてあるかな？こんな感じでございました。はい、いかがだったでしょうか？まあ、休日にね。こうこういった広い公園でお花を眺めながらね。 ゆったりと過ごすすのも非常にいいですよ <laughs> とってもこういったがね、まあえー、休日の過ごし方をするのが好きでまあ,あの電車とかも好きなんで電車に乗って出かけたりね、まあ、ドライブしたり魚釣りに行ったりねとにかくまあ多趣味でいろんなことをするのが <laughs> ね、まあ、お休みの使い方だったりするんですけれども今日はまあこうやってねちょっと、あのー、遅くなりましたけどね、えー、まあ来年こそはですねドピークの時にでもね 来れたらいいなと思っております。花菖蒲のお祭りね。 ちょっと遅かった感じですねはいというわけでですねこれからね、さぎの湯っていうところに行ってみようと思うんでね、まあ、それはあの別動画で撮れたら撮れたらね、撮りますけど、たまたまお風呂はだめだろうな、えまあ、そういったことでございます。こ、え、こ、ー、このの動動画画ははでですすね白鷺森林公園の動画はここままになります、はい、ぜひチャンネル登録グッドい非